超リアルのさ、ダンゴムシのガチャあるじゃん。一回500円のやつ、でかいやつ、リアルに丸々やつ、あれのさ、まさかのアルマジロバージョンみたいの、あった、ガチャで。こっちがアルマジロで、で、これがね、ハリモグハーリー。ハリネズミのやつもあるんだよね。アルマジロだけではなく、うわ、かっこいいな。やっぱなんかアンキロサウルス的なかっこよさを感じるよね。このボディ、硬いボディ、顔髪、これ以上丸まんないのかな。全部ね、半開きなんだよね。いや、かわいい。早速開封してちょっと見てみようかな。あの髪もね、見たいしね、ブックレット。これがちなみにあの、タカラトミーアーツで、ダンゴムシのやつがね、バンダイなんだよ。だからあの、メーカーが違うんだよね。どんな感じの違いがあるのかっつ。見た感じだとね、クオリティ重視ではないような気がするんだよね。ただあの、丸々、アルマジロのフィギュアみたいな感じのリアルさ追求してないような気がする。あのバンダイのさ、ダンゴムシのやつはさ、リアルさをすごい追求してるじゃん。あ、でも可愛いわー。ザン、僕ハリモグハーリー。え、これハリモグハーリー、これハリネズミだよね。ハリモグハーリーで全部で4種類あるんだよね。種類は今見た通り、まん丸変形、マルマジロ、ザン可愛いね。マルマジロなんか、なんかこの、商品名がすげえ可愛い。アルマジログレーと、アルマジロブラウンと、ハリネズミグレーと、ハリネズミブラウンが、丸い形から可愛い動物に変形するよみたいな。まん丸、パカッ、アルマジロフォームアルマジロフォームアルマジロフォルムになれる。まあ、ちょっと白黒だから分かりにくいんだけど、まあ、本物は全部、あ、いや、めっちゃ可愛い。半開きになってる。ザン。ハリモグハリーや。中身、あ、やっぱりあの、胴体なくね。胴体が、あの、やはり、追求はしてないんだね。追求は変形する、おうおうおう、こんな感じか。こんな感じで、変形する動物だけれども、リアルさは追求はしていないんだな。あの、ダンゴムシとかさ、あの、前来たさ、カニのやつとかめっちゃクオリティ高かったじゃん、これ。バンダイのやつ。あの、ダンゴムシじゃないけど、もはやね。もはやダンゴムシじゃないけど、パーフェクトディフェンスのやつすっげえクオリティ高かったじゃん。そんな感じではなく、あ、こういう感じなんだね。あと他にギミックないよね。見落としてないよね。こんだけだよね。尻尾がピョコってこうね、出て、尻尾がちゃんと出て。あとはないね。お、これでやっぱ完成だね。かわいい。リアルにこの丸々っていうのがいいよね。丸めるときはこう足を、前足をしまって、後ろ足をこう、押し上げるとこんな感じ。やっぱこれが、この半開き状態が置いてみるとね、こんな感じ。なかなかかわいいね。ネットの画像で見たときよりかわいいわ。本物。しかもなんかでかく感じる。もっとちっちゃいかと思ったんだけど、かなりでかいな。あの、大きさ的には、この丸々感じは、あの、ダンゴムシと同じぐらいの大きさに感じる。広げてみるとさ、やっぱちょっとちっちゃいかなっていう小ぶりな感じはするけど、丸まってるときはね、ダンゴムシと同じぐらいなサイズはあるんじゃないかなと思うんで。うわ、すげえ、ブラウンいいな、ブラウン。つうか、ハリネズミってマジでこの色あんのかな。俺、あの色っつうか、いや、でもあんな色でもなかったな。俺がよく知ってるあのヘッジホックは、もっとなんつうんだろう、こんな色じゃなかったような気がするんだけど、これ超リアルなやつ出してほしいね。これ超リアルだ。大きさもさ、ハリネズミってこんぐらいじゃねえか、リアル。もうちょいちっちゃいかな。でもこんなもんだよね、ハリネズミの大きさってね。動画で見る限りこんな感じだったような気がするんだよね。かなり前に見たことあるんだけど、ハリネズミのやつ。あのドキュメンタリーでもやってたしね、ドキュメンタリー。地球ドラマチックっていうやつだったかな。確かね、それでやってて、あの、イギリスだと、野生でなんか出るらしいんで、イギリスだったかな？なんか野生でなんか庭とかに来るんだって、ヘッジホックが。ハリネズミが。めっちゃ可愛くて。で、あの、なんか庭の塀の下にこう、ハリネズミが通れるような穴を作ってるみたいな。いや、確かイギリスだったような気がするんだよな。あ、そうなんだ。身近な存在なんだ、みたいな。確か。イギリスの庭とかに確かね、出るはずなんだよな。違ったっけな？なんか特番で見たんだよね。すごい。あ、めっちゃ可愛いハリネズミっていう。で、それで見た時はこんな感じではなかった気がする。まあ、リアルは追求してないんだろうね。ただこう、丸々、フィギュアだよっていう、そこを押してるんだとめっちゃ可愛いね。ちょこっと丸々。ふふこう、ちょこっと丸めて飾っとくのも可愛い。あ、これいいね！これでディスプレイできるかな？じゃ、置けないかな？下こう、向ければいけるかも。いけたわ！余裕でいけた。下がさ、丸まってるから、こうやって置けないかなと思ったんだけど、置けた余裕で。安定感もすげえ。全然倒れない。うお、マジで！あれマジロ、あの、ハリネズミ可愛いね。俺、アルマジロの方が正直楽しみだったんだけどさ。いや、なんかこれ、ダンゴムシのやつでアルマジロとか来そうで来なかったじゃん。俺ずっとまだ来てないよね。俺見逃してないはずなんだけど、カニがさ、最初に来てさ、やっぱ丸々といえばアルマジロだけ、シャーすげえクオリティ高いんだよ、これ。めちゃめちゃ。あのカニのやつ、色違いとか欲しいよね、メタリック。で、これがアルマジロ。リアルさは追求していないが、でも、
表面のさ、この装甲部分っていうのかな、ここすごいリアルな感じするけどね、アルマジロの。触って感じとか全然あの思いっきりプラスチック、ガチのマジのおもちゃみたいな感じの素材。柔らかいとか全くなく、ブリブリとかしてたらもっとリアルなんだけど、全くそれはなく、ダンゴムシのやつが足とかすげえブリブリしててさ、気持ち悪い感じ出てるじゃん。それとか全くなく、全部ね、プラスチックっていう。だからリアルさはほんと、おすげえ、これがアルマジロである。うわぁ、やっぱいいなアルマジロ。まあもともとアルマジロ好きなんだけど、結構。アルマジロ、この丸々っていうのがすごいね、パーフェクトディフェンスなり。残念。僕、アルマジロ、パーフェクトディフェンス。でも、カニには勝てんな。前回ゲットした、カニ、あれかっこよかったもんな。カニのパーフェクトディフェンスか。パーフェクトディフェンスレベルで言うと、あのカニの方が上だけど、かわいいな。やっぱかわいい。アルマジロすげえ。ほんと、アンキロサウルスみたいだよね。アンキロサウルス。すごいな、この装甲。これで丸まるんだからね。シャリーン我、鉄壁の。ディフェンスなり、これは絶対無理だ。これはもう下丸いから絶対この状態で飾れないから、飾るときはこう開いて飾るか、完璧に丸めて飾るかって。大きさでかいな。結構でかいかもね。うん、こう見ると。ハリネズミよりかでかい気がする。一回りぐらいでけえな、ハリネズミよかな。迫力あるじゃん、アルマジロ。アルマジロ、こっちの色の方がいいんじゃないか。なんか実際開けてみたら、このホワイトバージョン。これホワイトだとグレーだったっけ？めっちゃいいね、この色。超かっけえ。あと、ゴソンガフェイス。マジ、アンキロ見て。これさ、色逆じゃねえこれ。アルマジログレーって書いてるけど、こっちがさ、ブラウンじゃねえ。こっちが。あれグレーじゃねえの？これね、こっち。白黒とかちょっとわかんないんだけど、見た感じこっちがブラウンに見えて、こっちがグレーに見えんな。色的に。ハリネズミもなんかこっちの方がグレーに見えねえ。こっちがブラウンで。なんか逆になってる可能性はこれなきにしてもあらずってない。で、最後のこのアルマジロ。これブラウンだよね。これ絶対ブラウンだよね、色的に。だって茶色、待って。あれがグレーだよね、間違いなく。髪がちょっと白黒だから、すげえ分かりにくいよ。でもこれは絶対に、うわ、ブラウンでしょ。すげえ、丸、この丸まった状態でさ、飾るのはほんといいよね。こんな感じで囲って。首がすげえ、完璧に閉じないんだね、完璧に。本物ってさ、完璧になるよね、丸に。あれ、なったっけ、アルマジロって。これで隙間空いてたっけ、いや、空いてないよな。空いてたら意味ないもんね、こう、パーフェクトディフェンスの。半開きにならないよね。本物もっと閉まるよね。あれどうだったっけな、アルマジロ、覚えてねえわ。これさ、手さ、回るんけ。あ、手の先柔らかい素材になってたわ。手の先柔らかいな。アルマジロの手の先ってこうなってんだね。知らんかったわ。なんかこう曲がってんのか、爪とかないのかな。後ろ足は、こう、普通のっていうか、こういう爪があんのかな、足なんだけど、前足がなんか特徴的だよね、これ。前足。アルマジロの前足はすげえ特徴的な形してる。アルマジロの前足、俺確かに、見たことないかも。じっと、詳しくっていうか。なんかこう、二つに分かれてるのかな、これ。二つに、穴掘るためかな。なんか尖ってるよね。後ろ足は1、2、3、3つに分かれてるはず。ここは、あ、でもここはリアルさ追求してない？足先。ねえ、ちょっと柔らかい素材になってるしね。ちょっと柔らかい素材になってるし。あ、いいんじゃないか、これ。ねえ。アルマジロ。やっぱ個人的にはアルマジロの方が良かったから、でかいしね、アルマジロね。おお、こういう感じのカツだったんだ。これがタカラトミーアーツの〇〇シリーズ。クオリティはやはりね、バンダイのやつの方が、バンダイのバルシャラーバンダイのバルすげえかっけ。マジやばくね、バンダイの〇〇シリーズの方が。でもこっちは多分リアルさ追求してないんだろうね。いや、リアル追求してほしいわ。今回はこんな感じの、なんだろう、デフォられてるっていうのが、デフォルメになってる、こう、ちょっと可愛らしい感じのさ、リアルさ追求してないやつだったけど、次回はさ、バンダイのやつみたいにさ、リアルさ追求してるさ、すげえリアルな、ハリネズミとアルマジロを出してほしいね。一回500円のさ、やべえやつ。めっちゃ楽しいだわ。ということで、今回は、まん丸シリーズのね、動物、ハリネズミと、アルマジロのダブル哺乳類のめっちゃかいまるまるシリーズのね、ガチャの開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして丸めてみて。めっちゃ丸めるのも楽しいぜ、これ。ちょっと半開きになるけど、ウィーンウィーンキュイーンシューン、かわいい、めっちゃかわいい。胴体ないけどね。
胴体ももうちょっと作ってほしくない？これ胴体。胴体ないのがすげえ、まあこう見るんだろうね。こう上から見る、置いて飾って上から見るっていうシリーズだから、まあお腹がどうでもいいっちゃどうでもいいのかもしれんね、こう。いやでも可愛いな、ハリネズミ。ハリネズミのリアルなやつ。もしかしたらあのバンダイのさ、ダンゴムシリーズでハリ、あ、来るかもしんないよね。丸々やつ、カニとかも来てるからさ、ハリネズミとかアルマジロなんて、ね、アルマジロなんて丸々王道的なやつじゃん。丸々動物のさ、これぞ丸々みたいな。俺、丸々申し子みたいな。だから来るかもしれんから、ちょっと楽しみに待ってよ。宝トミーのやつとバンダのやつダブルでコレクションしていこう。それではまた近い、まるまるガチャシリーズでお会いしましょう。ハリネズミバイバイである。可愛いね、ハリネズミ。ヘッジホギ、ヘッジホギハーリー。やっぱハーリー可愛いよね。ハリモンハーリーすげえ可愛いわ。リアルのやつもめっちゃ可愛いけど、模型もすげえ可愛いわ。ゴソンガフェイスが可愛いんだろうな、ハリネズミって。